ここはな。おお、守ってきたか、すげえ。へえ、なるほどね。なるほどね。なるほど、なるほど。墓場。これなく、これなく、これなく、これなく。おはよう。てか、感染多いから。てか、感染多いから。墓場。しをなしにしてほしい。これいいでしょ。なんで切れ目は切れるわあ、切れる、マジ切れるエマ？信じてたのに絶対この代生き延びてやる。エマ信じゃねえバカ。エマ強人だぞ俺もきつい。双子カミングアウトしてかさ、俺もうこうなったら双子カミングアウトして、もう双子炙り出すしかねえよ、これ。もうしゃあねえ。俺に仕掛けられた最後の使命だ。ほら、いねえじゃん。ほら、太鼓ねえぞ。ほら、太鼓ないよ。ほら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 。なあ、言っただろ。よし。カミングアウト。出たわね。相方なんか言うかバカクリスの相方様、相方誘うべ頼むぞフェイ頼むぞフェイ。生きてるよこれなんとか、もう双子カミングアウトするしかねえマジでは？ダメでしょいいの。くそー！ローディ、このまま。頼んだぞ、フェイ！俺、なんとか頑張るからよ、ここで。ローディ？ローディ大丈夫？どうしたローディてんてんてんもうこれしかねえだろ、もうだってもうしょうがねえだろうがよよし、カリエとかアプリ出したよ、すまんできれば伏せたかった。すまん。しょうがねえだろ。太鼓いないから。死んでみてくれ。よし。よし。頼む。クリス怪しいなクリス人狼だわ。カミングアウトイエス、あと頑張れよ。よし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 、もう一人あぶり出してやる実は俺がまあ占い師なんだけどな、俺がカミングアウト。エマ黒ですでしょ。あよし、荒らしてねえよ。なんでだ、一生懸命人狼やっちゃいけねえのかよ。
ジェシカ。頼んだ。これいいでしょ、双子、双子と狩人出させたらいいでしょう、これよっしゃ、ジェシカ出てきやった、マジでいや仕事しただろう、絶対今俺仕事したよな。エマに入れます。よし、エマに入れよう。これ仕事したでしょ、だって双子と狩人炙り出したらもう上出来でしょ。いや諦めちゃう、これ荒らしてるわけじゃないぞ、諦めてないだけなんだぞ。これでも上出来でしょ、ここまでやったら。俺最後まで絶対諦めねえからな。これで荒らし人ってひどいよね。上等手段でしょこんなの。二人炙り出したから上等上等。エマ2票。よし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 、エマ入ってる、エマ入ってる。よしよし、多分おそらくメイがゲイル刺そうっつってエマに入れたんだろうな。これさ、メリル釣ってほしいな。メリル釣ってさ、もしかしたらゲイル本当なんじゃねえみたいなさ、あいつリア教じゃねえかみたいなさ、そういう展開持っててほしい。10秒前。頼むぞ。まあでもジェシカ行くしかねえな。あ、ジェシカ猫股説ある。おお。でもまあリスク高いよ。見ようか。おはよう。じっくり見ましょうか。ジェシカ狩人答えて。よしよしよし。あー、ウケる、マジでウケる。喧嘩してるバカみたいに謝る。俺がここで いきなりごめんね。ここで一気に大人になる。ジェシカごめんね。あ、やめよう。なんかあ、ゲイでよかったらジェル上げる人しよかったよ。勝てると思ったら悪いな。あー、メアリー偽だなになってる。よし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 。あ、メアリーじゃなかった、メリルだ。ちょっとこれうまいことさ、にしても人狼謎、なんでなんで私噛んだか、うっせえバカ、おめえ口がうっせえからだよ、てめえが。お前とやる人狼重いからだよ。俺は重いやつから消していく、楽しめないやつから消していく、ただそれだけだ。えへん。ゲイルはジェシカを引きずらせたらナイスだ、ブロックはするけど、ふざけんなよ。俺もリリアンブロックするよ、リア。市民としてはうまかったけど、よし。俺はブロックと市民としてはうまかったけど、よし。え？カミングアウト。あ、スザーンなんだ。いやもうこれもう負け格じゃん。待て、後追いあり、これ双子のね、後追いっていうのがあってなしか、一人噛まれたらやられちゃうっていう。ブロック返し、ミカごめん、やっぱり私はなんとかだよね。ちゃんと人狼に集中しろ。ゲール何歳？32歳だよ。一気に冷たくなろう。無職。趣味人狼。恋人なし。
これでいいだろ。こんだけ言っとけばな。何がうんごうだよ、きっしょ。大松、お前もキモいぞでしょ。こいつがよ、あれしよう。こいつが何じゃ用語使ってくるからさ。ミカもキモいぞ。んでだよ、書かせろよ。おんも人狼ジャッジメント、なんて言ってんだよ。教えない。あーフェイ頑張って。これさ、どこ釣ってってもダメだよね、もうね。だでもグレー、あとサンドラ、ロディを釣る前に、エマ釣って、メリル釣ってって感じだもんね。わざと金クにしてビビってんのか、クソニート。ミカの顔。キモ。キモい。よし、これでいいや。32だよ。社会経験がないから。本当だよ。1985年、8月、17日生まれ。加藤純一です。32歳です。よし、よかったよかったよかった。リディアン、俺もごめんね。30秒前。加藤純一はクソ。ミカも名乗れよ、しよ。あ、やめよ。嘘くさすぎ。マジで嘘くさすぎうち、トシヤ。早くしろや。この時間に配信してるとか暇人かよ。どうも無職でーす。カズジュイちゃんもうちょい来るはずだろ。俺あいつ嫌い。加藤純一死ね。ゲイルリアル教っぽかったからワンチャン。よし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 。そういう路線をな、残しつつ。僕、黒ですよ。みんなで配信してる人たちいるってずるい、やっぱり。絶対これなんかのワードだろ。これワードだろ、これ。内緒がワードだろ、これ。もう、お前、いいやつだな、それな。お前の人の良さが出たな、それな。それ、やっぱりかな。お前の人の良さ出たな。よくやったよ、俺たち。結束は深まったよ。ヒカルこの間、これ愛になれるの。ヒカルが配信してるよ。してるん、じゃ、ないかな。一応な、俺断定してないからな。俺分かんないからまだ。もしかしたら同じ同卓してるかもしんねえじゃん。これ俺別に悪くねえよな。同卓してる可能性あるだろ。だから俺も疑ってる。私人狼よりも早いんや、気になる。もう逃げる。もうパッて逃げべ。聞かれるまそうだったから、子供たちが。ちょっとさ、フェイ、お前よく頑張ったよ。な？よう頑張った。
ゲイルってうまかった。うまかったよりよ。自画自賛する。プロだよりよ。自分で褒めようぜ。てか、そもそも見てないし。見てよにしよ。だ、こいつ。俺を仲間に入れろ。つかもうこれフェイツリー一択でしょ。さすがに。深い意味ないよ。本当だよ。双子消えて。イケメタリ押せ。ゲイルの手腕なんかどうでもいい。俺、人狼、うまいよ。これでいい。人狼、しか、してない。すごい無職でな。そうそう、人狼で金稼ぐのが将来の夢。これだ。でも真面目な話配信してるのそれしてねえっつってんだろ。してねえっつってんだろお前。俺は延長希望。もちろんフェイで決まりだろこれ。配信、え、ミカ配信者なのにしよう。くしゃくしゃしよう。なんか俺ミカ配信者なの。話をごちゃごちゃにしよう。つっちまったぜ。わらわらわら。すまんすまんすまんでしょ。いきなりテンション上がる。いきなりテンション上がるよ。土またですまん。よし、ちげえや。嘘つくなや。一気に冷たくなろう。ウケる。早く終われよ。もうフェイだろうがよ、どう考えても。ごめんな、寂しいんだよ。俺寂しいんだよ。みんな一緒に人狼できて楽しかったよ。これしかない。明らかに嘘くさいんだが。早くしろよ。よう頑張ったよ。よく粘ってくれた。サンダルさんもう大丈夫ですよ、これでおしまい。10秒前。いやー、うまいこと。初日2日目粘ったけどね、占い師に当てられちゃうとやっぱりきついね。早めに潰しておくべきだな、占い。本当にちょっとリスクを負ってでも、最悪狂信者とかさ、狂人とかさ、あ、ささやき狂人とかさ、狂人とかさ、噛んででも新占いは潰しておくべきだね。あざした。まあおもろかったわ。初めてじゃないかな、配信でささやく狂人、ああ、饒舌な人狼やったの。すぐに言うよ。よし、それでは皆さんお疲れ様でした。おもろかったわ。俺声でやりてえよ、声で。あざした。また暇の時やるわ。